今度はですね、チャットチャックのウィークエンドマーケットに来ました。チャットチャックのウィークエンドマーケット裏ですけれども、結構ね、その魚関係のものがたくさん売られるところになります。この辺もね、撮影禁止っていう方は人多いんで、撮れたくなった場合はごめんなさい。お魚関係のね、結構大きな市場というふうな形になってます。で、水槽関係のものですね、とかですね、餌、金魚、こういったものがたくさんあるところですね。昔はね、私もよく買ったんですけどね、今はね、もう何も買わないようにしてますけども、鯉とかですね、水槽とか、そういったものもたくさん売られてますね。でも、もう見てるだけで可愛らしいですよね。久しぶりにまた買いたくなってきました。こういった生き物関係とかですね、大きい水槽とかですね、着々に来るのが一番いいですね。あとね、こう持って帰ることができなさそうな大きい水槽は頼めば、車で運んでくれますので、そういったサービスもあるのもすごいだと思います。多分この辺はワシントン条約で引っかかりそうなカメ、オカメですね、カメですね。ここら辺はね、チャットチャックの後ろにある JJ モールっていう大きいショッピングモールの後ろ側になります。ちょっとこっちの方からチャットチャックのメインの方に入っていきたいと思います。この後ろ側はね、本当にこう生き物関係、動物とかそういったものが多くありますね。猫様、金魚がね、金魚とか鯉とか袋詰めで売られてます。鳥とかもですね、たくさんあるようなところですね。見るだけでもね、楽しいんですよね、こういうの。昨日の、ね、政府の会議の方で、ロックダウンとかは特にしないってことだったんで、ただ、飲食ですね、お酒が今まで11時だったのがまた9時までというふうな形に戻りましたんで、それだけ注意が必要ですね。このカメ多いね。カメレオン系、ウサギ、音入ってるかな、これ。ニワトリさん、いいね、なった。ハムスターとかもね、いろいろいますね。この辺ね、すごくこうなんていうんですか、たくさんの犬やら猫やらが売られているところですね。ね、ちょっと表の方まで行ってみたいと思います。
すごいトラトラ柄の。はい、チャットチャックの、メインの方にやってきました。こっちの方はね、とりあえずお土産物屋さん系が多いところですけれども、表通りの方はなんだかんだとお店が開いてますね。こんな感じ。せっかくなんでちょっと中の方入ってみましょう。まあ、お土産物系だからどうかな。前来た時よりもこっちの辺は。お店が開いてますね。レンジャーワン焼き系、これですね、結構この辺たくさんお店開いてますね。お花関係とか工芸品、こういったところは結構たくさん再開し始めてますね。東西区のお店とか洋服関係とかがまだまだなのかな。結構いっぱい開き始めてるとこ多いですね。ちょうど時計台の横に来ました。時計台、この真ん中ら辺も人少ないね。ちょっとやっぱりまだまだ寂しい感じでしょうか。ちょっとこの辺の中入っていきましょう。うん、やっぱりこう洋服関係の売り場のところはやっぱりまだ全然空いてないですね。横を見ても向こうを見ても寂しい感じが続いてます。ただ単に私の入った場所が悪いんでしょうか。そうでもないね。やっぱり人少ないね。寂しい寂しい。去年の11月ぐらいに一回来た時から比べるとまだちょっと増えたのかな、そういう気がします。でも今日ね、今土曜日の3時過ぎ3時4時の間ぐらいですよ。でもそれでももうお客さんの数といったらなんか全然少ないんで、それから考えるとやっぱりまだまだ少ないですよね。ここら辺がちょうど BTS から降りてきて初めに皆さんが見るような場所ですね。無料の乗り物でございます。こうやって見るとここだけ見るとね、まだまだこうお客さんがいてるような感じですけどね。一体どうでしょうかね。ちょうど今外周回ってます。ここら辺がちょうど本当にBTS で降りてきて、それから、チャットチャックに来た時に入ってくるあたりになります。
靴屋さんとか結構賑わってますね。集中してるというか。ジュース屋さんも取り込みしてますね。この辺ちょっと中に入ってみましょうかね。果たして一本中に入ったらどんな感じなんでしょうか。どこから入れるかな。人いるところから入りたくないけど、ちょっと中入ってみようか。日本の中入ってきたけど、もうこんな感じですよ。でもちょっと中入るだけでこんな感じですよ。このね、一番こう表通りの人間が去ったから比べて、もう1本2本中に入るだけでね、こんだけお店が閉まっちゃってますから、本当にね、以前はこの中までお店がたくさんあって賑やかったんですけど、寂しい話ですよ。感じでね、中行きましょうか。この辺のお店も寂しい感じですよね。開けててもお客さん全然通らないっていうか、ちょうどこの三角形のところか。この辺もね、こうお店少ないですよね。こんな感じですね。うん、ちょっとメイン通りの裏側のメイン通りに入ります。1本程度だったらまだまあ伝わるのかな。工芸品関係タイっぽいようなものがたくさん置いてありますね。もうまあ空いてるとはいえまだまだ物が少ない、空いてるお店が少ない状況です。ちょろっと半周ぐらいしてきましたけれども、大体なイメージがつかめたんではないでしょうか。裏側のチャットチャックの方まで出てきました。はい、こんな感じでございます。はい、それではありがとうございます。